どうもみなさん、こんにちは。プロチャンネルです。今回はこちら、 iPod Touch の第2世代にてマルチタスクの機能を有効にしたりですとか、このバッテリーのパーセントの表示をしたりですとか、あとはホーム画面の壁紙を設定する方法について紹介をしていきます。で、この iPod Touch の第2世代はですね、すごく古いモデルとなっていて、2008年に発売されました。で、今言った通り、この第2世代ではですね、マルチタスクが使用できなかったりですとか、このバッテリーのパーセントの表示ができなかったりですとか、あとはこのホーム画面の壁紙が設定できません。こちらは自作の第3世代ではパーセンテージの表示以外は、全て可能になっています。こんな感じでマルチタスクの機能、壁紙の機能など使うことができますが、第2世代では使えません。今回はそれらを解放する方法について紹介をしていきます。で、今から PC の作業をやっていくんですけれども、まずはそれに際して DFU モードに入れる作業を行います。この iPod Touch を今から DFU モードに入れる作業をやっていきたいと思います。まずは、この状態でホームボタンと電源ボタンを同時に10秒ほど、長押しします。10秒経過したら電源ボタンのみ離して、ホームボタンはそのまま押し続けてください。はい、完了しました。これで DFU モードに入れる作業が完了しました。はい、それでは今からこちらの Mac の環境にてやっていきます。自分は Mac を持っていないので、仮想環境を構築して現在このように動作しています。で、まずはですね、概要欄の方からこちらのレッドスノー、こちらバージョンは新しければどれでもいいんですけれども、こちらをダウンロードしてください。で、分かりやすいようにデスクトップの方に置くようにしてください。で、このファイルをダブルクリックして開きます。で、中にこちらのレッドスノーというファイルがあると思うので、こちらを開きます。はい、ダブルクリックして開くとこのような感じの、ものが開きます。で、こちらのジェルブレイクというものを押していきます。で、その際、当たり前ですけれども、iPod Touch がこのように接続されていることを確認してください。で、ジェルブレイクを押していきます。で、そうするとこんな感じになります。で、これでしばらく再起動されるのを待ちましょう。はい、仮想環境の方だと結構めんどくさい作業が必要になってくるんですが、再起動を待ちましょう。で、再起動されるとこんな感じで画面が移動します。で、今回の動画はですね、このマルチタスクの機能を有効にしたりですとか、あとはホーム画面の壁紙を設定するといったことが目的になっているので、今回はシリアはインストールしません。したい方は別にこちらしてもらってもいいんですけれども、今回自分は脱獄はしません。なのでこの選択肢は外して、その次にですね、このマルチタスクの機能を有効にする選択肢、これを選択して、そしてホーム画面の壁紙を設定する、有効にするといった選択肢、こちらも選択しましょう。で、このバッテリーのパーセンテージ、こちらについては元からこのように選択肢チェックが入っています。で、選択できましたら NEXT を押します。で、現在この画面左下、iPod Touch のこの様子も映っていますけれども、こんな感じでiPod Touch にこのように、イラストが表示されますね。で、こんな感じでダーッと文字が流れていっています。で、この PC の画面を見てみますと Doom というふうに表示が出ています。この表示が出たら、あとはこの iPod Touch の動きを待てばいいかなと思います。はい、ここはしばらく早送りをしましょう。はい、で、しばらくするとこんな感じで、このパイナップルのロゴが表示されますね。こちらもしばらく待ちましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。で、今の作業をすることによってこんな感じで、ロック画面だけでなくホーム画面にも壁紙は設定できます。そして何度言ってもマルチタスクの機能が使えるようになりました。ちょっと iPod Touch の2世代だと無理やり開放させているため、こんな感じでかなり動作が重いんですけどね。こんな感じで一応追加できていますし、
IO6 までのマルチタスクだと、こんな感じで、このメディアコントロールもあったりですとか、あとは音量を調節することもできるようになっています。で、最後にですね、バッテリーのパーセンテージの表示のやり方を説明して終わりたいと思います。まず設定を開きます。で、一般を押します。そしてこちらですね、バッテリー残量率という項目が追加されているかと思いますので、こちらをオンに設定しましょう。そうするとこんな感じで、パーセンテージが表示されます。自分は表示しない派なので、こちらはオフにしますけどね。やはりですね、最後になりますけれども、iPod Touch の2世代だと、これら機能を有効にしますとかなり重くなりますね。こんな感じでアニメーションがかなり重いといった状況になります。こちらは第3世代と比較しても、その差が著しいかと思います。こんな感じですね。かなり違います。こんな感じですね。はい。ちょっと常用には向かないかもしれませんけれども、機能を開放するということは非常にいいかなというふうには思います。ということで今回は iPod Touch の第2世代にて、マルチタスクの機能を有効にしたりですとか、ホーム画面の壁紙を追加したりですとか、バッテリーのパーセンテージ、表示する方法について紹介をしました。最後までご覧いただきありがとうございました。